タモリさん曰く芸能界っていうのは人見知りでなければ売れないんだっていうような話、これどっかで聞いたことあると思うんですけれども、あの、もともとはそのタモリさんがあるその芸能人の方にこういろいろ悩んで、人見知りですごく苦しんで悩んでいて、その方のアドバイスっていうことでタモリさんがお話をしたそうなんですが、タモリさん曰くなぜ人見知りになるかというと、今こうやったら相手がこう思っちゃうだろうなとか、 こんなことを言って変な風に思われたら嫌だなっていうのを考えすぎてしまって行動に移せない。で結局何もしないで終わってしまう。でそれがストレスになって自分はダメだってなってしまうのが人見知りなんだと。でももともを考えれば相手のことをまず第一に考えてこう言ったら相手はこう思うんだろうなって つまりその人のことを考えてる相手のことを考えられるなんてこんな素晴らしい才能はないとこう言ったらこう思われるならばこうしたらいいっていうふうに気づけるではこうしたらいいっていうその人見知りのもう一歩先の行動ができれば みんなの気持ちを楽しく豊かにすることができる。それは人見知りだけに与えられた才能だ。で、このエピソードはとてもあの有名なので、多くの方がそのネットだったりいろんなところで見たことがあるんじゃないかなと思いますが、まあ、いわゆるそのネット上の都市伝説なのかもしれないですよね。本当のところは、もうタモリさんが本当にこういうことを言ったのかどうかっていうのはまあ、わからないんですけれど、ただそのことの真意はともかく、この話自体は とてもいいエピソードだなえ、いいエピソードだなというふうに思っているんですね。で、これまでボイストレーニングを20年以上教えてきて思うんですけれども、これと音痴というものは全く同じ面があるんですよ。どういうことかというと、音痴で悩んでいるっていう方は、自分が思っている歌の状態と実際に歌っている状態がずれているっていうことに気づけているんですよね。 その気づけているっていうことはとても素晴らしいことであの音痴じゃないよっていうふうに言う方もたくさんいると思うんですけどこれまで教えてきて音痴じゃないっていうふうに思っている人は自分の音痴ずれに気づけてないだけっていう方が圧倒的なんですよ。 例えばレッスンで歌を聴かせてもらってその音程だったりリズムだったりそういうのはずれていたりとかしてでそういうのをまあこちらが指摘をしますよね。でその時にもう意味がわからないっていうふうになってしまうあの自分の歌がそんなにおかしなところがあるわけがないっていう。で例えばそういう方に自分の歌を録音して聴いたことがありますかって言った時に。 あのい,や聞いたことがない」とかあと「録音した歌ってなんか嫌なんで」みたいな感じでその自分が本当にどういうふうに歌ってるのかっていうその事実に対して気づこうとしない、ね、気づけないんですよ。